何で人のカバン勝手にあさってんのそんなのどうでもいいから答えなさい,いやどうでもよくないし意味わかんないんだけど怪しい店で働いてんじゃないの別に怪しくないし何なのこれいや何でもいいでしょキャバクラでしょこのお店違う違くないでしょ <laughs> だったら何手ラで働いちゃいけないわけ別に犯罪してるわけじゃないんだけどいいわけないでしょもうお酒たくさん飲まされたり変なお客さん来たり別に昔と違って危なくないからほっといてよ佐奈あんたね自分の好きな人にじいじとばあばに私はここで働いてるよって胸張って言えんのねえ後ろめたい気持ちがあるから隠してたんでしょうるさいなちょっと母親に向かって何その態度 娘に向かってそうやって物投げるんだあんたが隠れてキャバクラなんかで働いてるからでしょどうせさ気にしてんのは世間体でしょそんなわけないじゃないそうじゃんみっともないからちゃんとしなさい大学はいいところに出なさいとかさ結局気にしてんのは私じゃなくて私がどう見られてるかでしょいい加減にしなさい私よりさ成績優秀でいい高校入ってる翔太の方が好きなんでしょ何言ってんのそんなわけないでしょ <laughs> 産んでもらってこうやって育ててもらってるには感謝してるけど別にサナはパパとママのお持ちじゃないから私の人生は私で決めるから別に軽々しく決めてるわけじゃないから。